はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。で、今日はこちらですね。うん、デュエルマスターズのクロニクルレガシーデッキ風雲ドルゲ忍法帳です。はい、こちらもですね、8月に発売されていたので、うちは買えなかったので予約買いました。開けていきましょう。はい、うん、すごい、これがデッキ、うん、そしてこれがマット。おーすごいね。すごい、これ使ってバトルするか。うん、ね、そうだね、今日ね、うん、はい、こういうカード入ってましたね、うん、これドルゲ雪村が2枚でしょ、聖海座が2枚、うん、などなど結構入ってるね。ホイールカードがここまでかな、うん、そうだ ね、うん、あ、これも入るかなどなどですね、全部運命が入ったカードになってるね、うん、闇は1枚しかないかな。そうだね、うん、正直言ってね、あんまりよくわからないんだ、うん、最近のジョーカーズとかあっちの方はよく分かってるんだけど、うん、このカードはね、ちょっと勉強しないといけないかな。そうだね、うん、じゃあ勉強終わったらいつものテーブル行ってバトルしてみたいと思います。はい、はい、ということでいつものテーブルにやってきました。うん、対決していきましょうか。はい、エシン君がジョーカーズだね、うん、で、僕がクルンクルレガシーデッキの忍法の方です。はい、じゃあ行ってきましょう。最初はグッ、ジャンケンポイ。ああ、負けた。デュエマー、スタート。さあ、マナチャージタイド。タイド。ドル。マナチャージタイド。おお。ドロー。五色だからね、なかなか出しにくい。二マナ使って、イエットルマン。やったで、出た。タイドです。はい。ドロー。一マナ使って。トレジャーマップ呪文です。自分の山札の上から5枚を見ます、うん、その中から自然のクリーチャーがあれば1体選んで手札に加えます。エーシンクに見せてね、うん、ドルゲー聖海座を手札に加えます。で、残りを山札の一番下に置きます、うん、結構ね、で、これはこちらね、うん、タインドです。はい、アンタップドロー。ここはマナ貯めて2マナチョコットハウス。チョコットハウス。ターンエンド。ターンエンド。アンタップでドロ。マナチャージで2マナ使ってカスミ妖精ジャスミン召喚です。で、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、このクリーチャーを破壊してもよい。そうしたら自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置きます。ということで破壊します。そしてマナゾーンに置きます。自らを破壊してマナ加速みたいな、はい、そうだね、はい、そして2マナ使って電脳外虫アナリス召喚します。うわ、はい、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、このクリーチャーを破壊してもよいです。またそうしたら次のうちいずれか1つを選びます。山札の上から1枚目をマナゾーンに置くか、カードを1枚引く。破壊して山札の上からマナゾーンに置きます。いや、マナがどんどん加速していく。そうだね、はい、はい、ターンエンドです。もうパパ5マナか。5マナあるよ。すごい。じゃあアンタップドロー。ここはマナチャージでチョコットハウス、うん、でアタックシールドブレイク。あ、よかった。するときにこのクリーチャーがアタックするとき、自分の手札を1枚マナゾーンに置く。じゃあジョニー、はい、でこれを破壊ね。うん、で、続いて今溜まった5マナで5超特急弾丸王ゲット。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、そのターンこのクリーチャーは相手プレイヤーをアタックでき、バトルゾーンにある自分の他のジョーカーと1枚につきシールドをさらに1つブレイクする。あ、ということでトリプルブレイク。トリプルブレイクか。ドンドンドン。結構きついね。うん、トリガーなしです。やってるもんでシールドブレイク。はい、あ、ないないない。よしよしよし、次のターンでとどめじゃん。やばいな、もうダメじゃん。タインド、はい、アンタップします。なんだよ、ナッシングゼロでやられるかと思ったらナッシングゼロすら出てこなかったのに、うん、こうか、マナチャージして、あ、タップ、タスククリ、タスクだから1、2、3、4マナ使ってこれだね、霧のジャイアント、
自分のジャイアントの召喚コストを最大に少なくしてもいいです。おーターンエンドはじゃあアンタップドロー、最後に2マナやったれ、マン、うん、超特急弾丸をねダイレクトアタックボーンボーン、その時に、忍者ストライク4です。甲賀忍はやぶさ丸が平身くんのアタックするときに召喚できました。ナノマナが6つあるからね、うん、このクリーチャーがバトルゾーンでやったとき、次の自分のターンの始めまで自分のクリーチャー1体ブロッカーを与えます。つまりこの子はブロッカーになりますのでブロックします。おだけども破壊か、うん、破壊、はい、ボーン、やったれマンでダイレクトアタックボーン、その時にまだいたか、忍者ストライクありました、5、うわこのクリーチャーがバトルゾーンでやったときカードを1枚引き、カード1枚引いた、その後自分の手札を1枚捨てます、捨てます、お、そして自分の墓地からマナゾーンに置きます。ほうマナ加速はい、こうだね、マナ加速クリーチャー、はい、だけどまあ何もできないのかな。あじゃあダイレクトアタックバーだ、ね、ドンドンバーイエーすごい爆発しちゃってるけどもしかしたらこれ忍者ストライク2体出せなかったかも。あ、うんうん、そもそもそれが間違ってたかもな。間違ってたらすいません、はい、じゃあもう一回やるか、うん、はい、じゃあ第2回戦目いきましょう。最初はグッジャンケンポイデュエマースタート。負けるな、よし、アンケンで勝ってる。マナチャージ1マナ、チョ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 ーカーズ、4そのまま墓地で1、2、3、4、じゃあ超ド級天空王の手札に、はい、であとはもう一番下へとターンエンド、はい、ドロー、よし、マナチャージターンエンド、でアンタップドロー、マナチャージ2マナ、やったれマン、はい、やったれマン、ターンエンド、はい、ターンエンド、ドロー、いやーこんなん出てきちゃった。マナチャージターンエンド、オッケー、アンタップ、よし、今回はパパのマナ加速がいない。ドロー、マナチャージ、何も召喚せずにやったるまでアタックするときにナッシングゼロ1枚、もうさ勝てないからそれやられたら、3枚、クワトルブレイク、バリ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 ーン、もうマナも全然揃ってないからさ、じゃあこれはないよ、よし、じゃあこれはバレットダッシュが上でよいしょ、上でナッシングゼロをポチッ、ターンエンドです。ドロー、マナチャージ2マナ使って電脳外注アナリスで破壊してマナ追加、おお、で1マナ使ってトレジャーマップで、おトレジャーマップ、5枚、5で何？ラスト忍者ドルゲ雪村を手札に加えます。切り札カードきた、テーマ札の一番下ね、はい、ターンエンド、オッケー、じゃあアンタップ、いやでもね、どうしようもないねナッシングゼロ出されたらもうどうしようもないよ、うん、トリガーも出ないし、マナチャージやってるまでアタック、はい、パリーン、ないです、よし、ターンエンド、アンタップで、ドロー、マナチャージで2マナ使って霞妖精ジャスミンね、で破壊して1枚増やします、はい、4マナを使ってドルゲサルトビジャイアントショット、でこのクリーチャーがバトルゾーンで出た時カード1枚引きます、うん、でその後自分の手札から1枚捨てます、うん、捨てます、そして自分の墓地からマナゾーンに置きます、はい、ターンエンドかな、うん、はい、じゃあ
アンタップ。ドロー。ここはマナチャージ。小マナ使ってネオやってる間に超ド級天空王ネオ進化。あら。じゃあ超ド級天空王でダイレクトアタック。するときに。忍者ストライク7ですね、はい、でしかもブロッカーです。うーわー、なのでこれブロックね、ドーン、よっしゃ、うーわー、これはでかい天空王か。タイドタイド、よっしゃ、やば、まだわかんないね、アンタップ、え、こうやって相手アタックできる、できないよ、ブロッカーだから。ドロこれは悔しい。マナチャージで、1,2,3,4 マナ使って霧のジャイアント召喚で、ジャイアントの召喚コスト2少なくします、はい、そしてさらに2マナ使って霧のジャイアントもう一つ召喚、あ、2マナ少なくなってるからね、はい、そしてで1マナでいいわけだよね、これ1マナでドルゲサルトビジャイアントも召喚、ジャイアントが多い、はい、来たよ、来た、ただしこの子たちは召喚用意中かな、うん、でジャイアントがバトルゾーンに4体いますのでこちら出せますね、やばい、ラスト忍者ドルゲ雪村、これがね G0 召喚できるんだ、バトルゾーンに自分のジャイアントが4体以上あればこのクリーチャーをコストを支払わずに召喚してもいいです、うん、このクリーチャーに、ね、進化自分のジャイアントの上に1体置くんです、うん、こうなります、うわ、進化クリーチャーなのでもう即攻撃できるね、トリプルブレーカーです、うわー、トリプルブレーカー、パリパリパリン、トリガーなしなし、はい、そして、サルトビジャイアントでもシールドブレイクパリン、なしなし、うん、ターンエンドかな、ドロー、マナチャージ、一気に6マナ全部使って超特急ダンガーを、はい、じゃあこのクリアタックするんでしょ、うん、ダイレクトアタック、はい、ブロック、ボーン、相打ちだ、はい、やばいターンエンド、ターンエンド、トゥトゥトゥアンタップ、やばいじゃん、これはスーパーシールドトリガー来てください、ドローします、ねマナドルゲ雪村がマナチャージで、2マナ使って天皇外中アナリス召喚します、天皇外中アナリスね、うん、でバトルゾーン出た時破壊して、まあ、カードを1枚引くにします、おお変わった、あーでもダメだな、まあいいや、じゃあサルトビジャイアントでシールドブレイク、あーない、来なくって、はい、じゃあこっちで行こう、ドルゲ雪村でダイレクトアタック。ドンクラー。なかった。ドドンボーン。爆発しすぎだって。多分合ってると思う。もしかしたら間違ったかもしれないけど、すごい面白かった。うん、このさ、忍者ストライク面白いね。うん、このマナ加速かなり爽快。すごいね。楽しかった、うん。このドルゲ雪村が。うん、トリプルブレイカーっていうのは気づかなかった、そうだね、それプラスこの G0 召喚、ジャイアントが4体以上あれば、コストを支払わずに召喚してもいいっていう、これは大きいね、うん、すごい、もう一つあったね、これ、このクリーチャーがバトルゾーン出た時クリーチャーを3体まで自分のマナゾーンから手札に戻すってあった、その後自分の手札を3枚までタップしてマナゾーンに置くだって、おあ、まあでもこれ召喚した後何も召喚してないから、うん、まあいいかな、うん、ちょっとごめんなさい、間違ってます、はい、ということで今日の動画が面白かったのか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、それとチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。